第2位とは、オランダの議会であるスターテン・ヘネラールにおける会員。議員の定数は150で、政党名簿比例代表による選挙で選出される。第2位は、第1位と同じく、デンハーグに置かれている。第2位は2位制である、オランダ議会でも第1位に対して優越的であり、法案の審議や内閣の行動の監視を行っている。内閣及び、 第二院自身の両方に法案提出権があり、第二院において法案が審議され、過半数で採択されるとその法案は第一院に送られる。内閣の行動監視は質問の形態で行われ、この質問により内閣に対して一定の行動を行わせたり、あるいはやめさせたりしている。また議員と閣僚との兼職は、解散から審議会の召集までの暫定内閣の 期間を除いいいてて認められていない第二院の議員は最高裁判所の判事の選任手続きにおいて、その候補者を最初に決定している。すなわち、第二院において3名が選定された後、内閣にその名簿を送付している。また、第二院では、オンブズマンとその補佐官を選任する。第二院の任期は、最大4年となっている。 オランダ国内にいる有権者は政党を創設し、第2位の選挙で立候補する権利も有している。政府が議会の信任を得られなかった場合、与党間での連立が解消された場合、第2位の任期が満了した場合、連立政権が樹立できない場合においては選挙の実施が求められる。選挙への参加を希望する政党は投票日の43日前までに、 全国規模で30人以上の候補者が記載された名簿の登録を行わなければならない。また、第2位に現職議員がいない政党は供託金の帰託が義務付けられている。2006年11月の選挙での供託金の額は11,250ユーロであった。また、全19選挙区の各区に居住する市民から30名分の署名を提出しなければならない。 候補者名簿は投票日の14日前までに有権者に配布される。この時複数の政党がそれぞれの名簿を統一することが認められており、これによって常用議席を配分される機会が増えることになる。各候補には順位が割り振られ、特に第1位の候補はライジャトレッカーと呼ばれる。通常、最多議席獲得政党の第一位の候補が首相に就任することになる。 各党は19選挙区ごとに異なる候補者名簿を用いることが選択できるが、議席の配分は選挙区ごとではなく、全国規模で行われるため、ほとんどの政党が統一名簿を用いて選挙に臨んでいる。規模の大きい政党では大抵、名簿の最後の方に地方の候補を記載している。オランダの市民で18歳以上の者が投票する。権利を有する。 ただし例外として、1年以上の服役が課せられている、受刑囚には投票権が与えられていない。一人の有権者が投票できるのは一票だけで、自分が選んだ候補者に対して、その票を投じる優先投票が行われる。多くの有権者は、各党の名簿の第一位候補に投票しているが、会の候補の当落を決定するときには、優先投票での得票数で判断されることがある。 投票結果が判明すると、直ちに各政党に議席が配分される。その方法はまず、全国規模での有効投票数を議員定数の150で割って、当選期数を算出し、各党の得票数を当選期数で割って求められた数を各党に配分する。このため、当選期数より得票数が少ない政党には議席が配分されない。 つまり、議席が配分されるには最低でも全体の有効投票数の0.67%を得票しなければならないということになる。この数値は国レベルでの議会の選挙での議席配分に必要な得票率としては世界で最も低いものである。具体的な事例を挙げると1977年の選挙では 全体の有効投票数のうち、わずか0.77%しか得票しなかった、政党に1議席が配分されたということがある。なお、得票数が、奇数の75%を上回った場合には、協託金が返還される。上記の方式で議席を分配して残った議席は、ドント方式で配分される。ドント方式は大政党に有利なものとなっている。さらに、 この方式での議席分配は、政党間で統一した名簿ごとに行われるため、名簿の規模が大きいほどより、議席獲得の可能性が大きくなる。その後、名簿ごとに配分された議席は名簿を統一した政党間で、最大乗用方式で分配される。各政党への議席配分数が判明すると、直ちに名簿の順位に従って、議席を各候補者に割り当てる。 ただしこの時、優先投票での得票も、当落決定の際に考慮に入れられる。すなわち優先投票での得票数が上述の、当選期数の四分の一を上回った候補は、名簿での順位に関わらず、自らの権利で当選することになる。二千六年十一月の選挙では二十七人の、優先投票での得票数が、当選期数の四分の一を超えたが、そのうち二十六名は、 名簿の順位によっても当選していた一方で、残る1名は優先投票での得票数のみで当選を決めた。その後当選した候補者が議員活動を続行することができなくなった場合、名簿の次の順位のものが繰り上がって当選する。すべての議席の分配がなされると、議会多数派による新政府が組織されることになる。国王は、 連立政権の枠組みについて調査するインフォルマトゥールと連立協議を主導するフォルマトゥールを指名する。連立協議がまとまると、このフォルマトゥールが首相に就任することになる。通常、フォルマトゥールは議会内の最大政党から指名されるが、この指名はオランダの政治において国王が有する最大の権限の一つとされている。オランダでは憲法において閣僚と 第二院議員との兼職を禁止しているため、すべての閣僚は議員辞職しなければならない。現行の比例代表制度が1918年に導入されて以降、いずれの政党も圧倒的過半数に達したことがない。1891年から1897年に自由連合が第二院で絶対過半数を保有していたのが最後である。 そのため1918年以降は2つ以上の政党による連立が組まれている。2017年3月15日に実施された選挙の結果、全150議席は以下のように分配された。ありがとうございます。